近いわけないから、それなりに成長してるはずやから、おったとしたら。おお、すげえ。なんで？あった。嘘。今おったと。ほら、おって。おった、ほんまや。どうも、こんにちは、さつでーす。何これ、すごい今日張り切ってる。ナミチャーハントですよ。来ましたね。ウエストウッディね、はい、一応ね、あの動画にしてますけど、はい、材をね、まだ保管してます、うん、やっぱり我々人間なんで、はいはい、見落としもあるんではないか、ね、はい、もし見落としてる卵があって、その卵が無事成長してれば、材の中で幼虫だって判断するんですよ。メッケモンですよ、これ。そうだね、一頭でもおったらね、はい、今日は全ての材をね、何本あるんじゃん、何本あるか分からへんけど、バキバキに割ったろう思って、まあ、折ったら絶対食根っていうかね、そうそうそう、うん、あるんでね、分かりやすい、幼虫になってればあるんで、はい、じゃあ、あのね、今から皆さんと見ていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あっ、暑いですね。いきますよ。全く食根ないもん。まあでも割っていきますよ。はい、ああ、埋蔵金や。おお、言うない、ないっすね。はい、残念、うん、あ、え、巨匠ルーペは、いや、いらんでしょ。幼虫になってるはずだから、いらんでしょ。いらん。いや、この時点で卵やったとしたら、もう確実に孵化しないと。あと30本ぐらいあるんだけど、おーい、おらんね。やっぱないか。ないっすね。ないか。いや、まあそんな簡単に折ったら、うん、いや、お前ら回収できてないからね。調べるから。ルーペつけて、ね、デビル出して、何がデビルアイやね。幼虫おるやんけ。信用問題。これもかじってないですもんね。いやいや、まあないのが普通だからね、これ。お、うわー、やった。これ食根ですね。食根か。ハエが来た。ハエ？ほらな。え？あ、え？中の方まで行ってる。あれ？これ？そんな小さくはない。違うでね。違う？一瞬そうかなと思ったけど。ないっすね。切ってるだけでしたね。これは残念だな。ちっちゃいわけないからね。それなりに成長してるはずやから、折ったとしたら。この材たちを使って爆散した時の動画もね、はい、アップしてますので、はい、宝箱一箱目ですゼロでした。残念でね。ちゃんと回収したってことです、うん、これはね、DV さんです。 DV さんで使用してた材ですね、はいはい、すごい大きいですね。大きだらけだな。ない、ない、ない、ないです、ないです。はーい、二号さん発見しました。マジで見ましたよ、これ。ほんまや、すげえ。しかもマットマットのとこ落として、落ちたんじゃん。しかも元気。ほんまや、すげえ。やった、すごいや。で、三号さん、これなんぼすか。これはい、4万円。わあ、なんでここで来たさん。サマキューです。やれてましたよ。すげえ。分からへん。マットの中ちゃうか。発見ですね。やったー。しかも DV さんやで。貴重。貴重貴重。貴重っすね。行く。すごいね。マットも調べなあかんな、そう考えたら。そうかな。よう生きてたな。成長は特にしてないですね。ちっちゃいですね。なんか全然。やっぱり貴重よ。だってこれ、これ3枚1枚じゃなかったの。ね。三男一番で育つ。おお、おお、せや、とと、おお、おお、すげえ。え、なんで、え、なんで、いましたね。え、なんで、しかもオスやでしょ。大丈夫。頭なんか取れて、取れそう。頭で、お尻が。ああ、なんか。それでも出るかもしれない。マジか。マジ。マットにある。ああ、だ。嘘。今って言うと、ほら、こう。
来ておったほんまやめっちゃおるやんええせやんめちゃめちゃ取りこぼしてるやん出てきたルーペまでして DV さんほんまでも少ないから全然ええっすよびっくりやなこれちょっとねこれ俺ちょっと専門にやってみようかっていうかめちゃめちゃ見落としてるやん俺本気のデビル愛出ちゃってますよそりゃそうだね、の玉木座来たさ愛在とかは絶対取った方がいいなうん、やっぱね、こういうことあるもんもらんないで、触れたらさらに発見でーすそれ、違う種類これ違う、DV さんやけど別版ね違うとこ置いていきましょうかちょっと端の方にめっちゃちっちゃいちっちゃいね成長してないですねとりあえず4匹は取れてますねそうそう1匹でもあかんかもしれないうん潰れちゃったかもしれないそうやねお尻腫れ上がってるわ、はい、引き続き割り出しに行きまーすおう、はい、はい、お疲れ様でしたお疲れ様でーす疲れましたねほんまに疲れましたいやでもなんとねいましたねねいやあれがだから財に寄ったのか転げ落ちたのか、うん、まあでもそういうことでしょうねマットにいやいやマットには絶対無理だから財の中で見逃してた卵が、うん、そうそうそう孵化して、うん表に転がったんで出てきたってことでしょうねあれ、まあ、だからやっぱりちょっと成長としては小さかったんですよね、うん、でもあんな 4と思ったから、うん、どこ見てるって話だよねまあでもなんか儲けた感ありますよ、うん、いやそれはもうすごい二号さんお手柄っすよいやラッキーでしたよね俺も一匹見つけたからねお手柄っすよまあでも4頭の10頭だけちょっとねちょっとケツの方が、うんちょ潰れてたから、まあ、なんとも言えないんですけどいやまあでもおるもんですね、うん、まあだから言ったらもう、1匹39,800円そう3頭やろ細かいな間219,400円細かいよ荒北さんまたこれ細かいな12万とかでいいじゃん4万でねまあでもだから廃材絶対取っとかないもん、ね、絶対してない方がいいですよね、うん、これだけはねどんな種類でも僕らね、うん、一応残してるんでね、うんまあ、大概いないんですけどね、うんうん、まあ今後おらんと思ったからな、うん、まあまあでも本数多かったんで材の本数多いからなんかワンチャン1頭2頭ぐらい出てくるのかなっていうのは、うん、出てきたら嬉しいなっていうのはあったけど、うん、何が良かったかというと TV さんやったから、うん、そうそう LS さんはね比較的幼虫の数も取れてて、うんDV さんがね少なかったんで全部4頭とも DV さんがはい、うん、で取れてるんでねまあちょっとラッキーでした ね、まあねうん、今後ねあのコラのね動向も、うん、動画にアップしていきたいと思いますんで、はいはい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、ありがとうございます。